ジョン・ロス。ジョン・ロス、1790年10月3日から1866年8月1日は、グイスグイ、神話の鳥、あるいは珍しい渡り鳥とも呼ばれ、1828年から1860年までの、チェロキー族インディアンネーションの首、プリンシパルチーフである。その民族のモ申セとも言われ、開拓。 オクラホマへの移住及び南北戦争という創造し時代に民族を率いた。1690年から1745年、チェロキー族は民族国家、ネーションになろうと試み、先祖からの土地を失い、インディアン居住地への移動に耐え、また破壊的な南北戦争を味わった。これら創造しい時代にチェロキーネーションにおける有力な政治的人物がジョンロスであり、 その指導力は、この前時代に及んだ。ロスの先祖をたどると八分の7は、スコットランド人の血を引いており、チェロキー族の中やアメリカの辺境という環境で、育った。白人に、英語の教育を受け、チェロキー語はつかなく、ネーションの中でも最も止める者の,の一人だった。ロスの血筋、教育、身分及び、経済利益の追求において、性的であるアンドリュー・ジャクソン大統領や、 ジョージア州知事のジョージアール・ギルマーとよく似ていた。チェロキーネーションの特権階級の中にあった。ロス自身の人間性によって、民族や先住民に関する19世紀アメリカの思い込みに疑問を投げかけることになった。ロスの人生は、北、アメリカやカナダの著名な、イギリス系混血者、メティスの人生に似た様態があった。 北アメリカのスコットランド人やイングランド人系側、公益業者は先住民を先祖に持つ上層女性と結婚し、社会的地位も財政的地盤もあるのが普通だった。この関係は公益業者にも先住民にも役に立った。彼らは子供たちを複数の文明と多言語の環境で育てた。根結の子供たち同士でしばしば結婚し政治的にも、 経済的にも社会における卓越した地位に上った。19世紀にチェロキー族が経験した環境変化の中で彼らはロスも習得した技術と言語を必要とした。チェロキー族の大多数は熱心にロスを支持し1828年から1860年までのすべての選挙でロスを長に選出した。領土に関する闘争で先住民の事情に関して ロスの偉大さや議論があるが、ロスが先制的であり、貪欲で、チェロ・キー・ネーションを騙そうとした貴族的指導者と考えるチェロ貴族の声、高い少数者やワシントンの政治的指導者の世代もある。ロスには、インディアン問題担当コミッショナーのトマス・マッキニー、在任1824年から1830年を含み、ワシントンの影響力ある支持者もいた。マッキニーは、 その民族を生まれついた国から新しい国へ、未開の状態から文明化された状態への脱出、エクソダスを導いた、モーゼのように、チェロキーネーションの父と表現した。ロスは、アラバマ州のクーザ川に沿った、ルックアウト山に近いターキータウンで、チェロキー族とスコットランド人の根欠である、モリー・マクドナルドとスコットランド人移民で、公益業者のダニエ・ロスの息子として生まれた。 ロスのスコットランド人の地は、スコットランド人通訳、ウィリアム・ショーリーが、チェロキー族バード流の純血者ギグイと結婚した時に始まった。1769年、彼らの娘、アンナ・ショーリーが、テネシー州、ルードントリデで、スコットランド人毛側公益業者、ジョン・マクドナルドと結婚した。スコットランド人やイングランド人毛側公益業者は、 いくらかの財政的裏付けを持って到来する社会的基盤のある者たちだった。彼らの子供は根結であろうとそうでなかろうと、この時代には彼らの地位と階層を受け継いだ。彼らの娘、モリー・マクドナルドがアメリカ独立戦争の時に公益業者としてチェロキー族の間に住み始めたスコットランド人、ダニエル・ロスト1786年に結婚した。 ロスはその子供時代を両親とルックアートさん地域で過ごした。父の公益会社にたびたび通ってくる純血、チェロキー族と会うことで、チェロキー族社会の多くを目にした。子供のロスは、グリーンコーン祭りのような、チェロキー族の行事への参加も許された。父のダニエルは息子に、チェロキー族の監修に参加するよう喜んで認めたが、息子は厳密な教育も受けるべきと考えた。 ロスは家庭内で教育を受けた後で、チェロキー族の子供たちのために、テネシー州南東部に2つの学校を作ったギデオンブラックバーン牧師について高等教を受けた。授業は英語で行われ、生徒はロスと同様に大半が多文化の者たちだった。ロスはテネシー州サウスウェストポイントの専門学校で、その教育を終えた。ロスは20代で教育を完了して、 他言語にも精通し、西部チェロキー族に対するアメリカ、合衆国インディアン代理人に指名され、アーカンソー州に派遣された。米英戦争の時は、チェロキー連隊で副官を務めた。この連隊はイギリスに同盟する、クリーク族に対する、ホース州ベンドの戦いに参戦した。ロスは、その後一連の事業を開始した。テネシー州で20人の奴隷を使い、 170エーカーの農園を経営することからその資産の大半を得た。1816年、ロスは、ロスの渡し場と渡し船を設立した。さらに、公益会社と倉庫を作った。事業の全体で年2000ドル以上を稼いだ。ロスとチェロキー族がオクラホマに移住した後、開拓者たちは、ロスの渡し場をチャタヌーバと改名した。1827年、ロスは、 チェロキー族の首都であるニューエコタに近づくために、アラバマ州、クーザ軍に移転し、ネーションの政治家たちを指導した。クーザでは別の渡し船を作った。やはり20人の奴隷を所有し、170エーカーの農地を開拓した。1836年12月までに、ロスの資産は23,665ドルと評価されるようになった。 当時、チェロキーネーションの中で裕福なもの五欠に入った。1812年から1827年は、ロスにとって政治的修行の期間でもあった。アメリカ合衆国との交渉の仕方を覚え、政府を運営するための技術を学ぶ必要があった。1814年以降、チェロキー族立法者と外交官としてのロスの西暦は、主張パスキラー、主張補佐のチャールズ・アール・ヒックス、 およびチェロキーネーションの年長の政治家メジャーリージのうな者たちの支援で発展していった。1813年、アメリカ合衆国との関係がより複雑なものになり、年取って教育を受けていないパスキラーのような主張では効果的にチェロキー族の利益を守れないようになった。ロスの支配的立場は教育を受け、英語を話す指導者がネーションとして重要であると、 チェロキー族が認めたことを示していた。パスキラーもヒックスもロスをチェロキーネーションの将来の指導者とみなし、そのための訓練をした。ロスはパスキラーとヒックスの秘書を務め、ネーションの財務や政治のあらゆることに関わった。チェロキー族の将来の指導者の教育として同じくらい重要だったのはチェロキーネーションの伝統についての共同だった。ヒックスは ロスに当てた一連の手紙の中で、チェロキー族の伝統と知られるものを外説した。1816年、ネーション議会は、ワシントン DC に送る、初代大議員として、ロスを指名した。1816年の代表団は、ネーションの教会、土地の所有権、及びチェロキー族の土地への白人の侵入という、微妙問題の解決を指示された。代表団の中で、 ロスだけが英語に流暢であり、このことで交渉の場の中心人物になった。伝統的に年長者を好むチェロキー族社会にあって、ロスのような若者には得意な地となった。ロスが初めて政治家として地位を得たのは1817年11月にネーション議会を形成した時だった。ロスは13人の議員のうちに選ばれ、それぞれが2年間の任期となった。 ネーション議会は、アンドリュー・ジャクソン将軍が、チェロキー族少数派を代表する、小さな徒党と二つの条約を結んだ後で、チェロキー族の政治的権威を固めるために創設された。ネーション議会の議員であることで、ロスは、チェロキー族指導層の支配的特権階層に入った。1818 18年11月、チェロキー族代理人、ジョセフ・マクミンとの協議会前に、 ロスはネーション議会の議長になった。ロスはこの職に1827年まであった。議会はアメリカ合衆国がチェロキー族の土地を活用するよう要請してきているのを退りけるために必要な外交術をロスが持っていると考えたのでロスを議長に選んだ。この任務でロスは議会を失望させなかった。幕民はチェロキー族が ミシシッピ側の向こうに移住することで20万ドルを提供すると提案したが、これをロスが拒絶した。1819年、議会は再度ロスをワシントンに送った。ロスは指導層の中でも大きな役割を担うことになった。その代表団の目的は1817年条約の規定を明確にすることだった。代表団は、活上する土地の上限を交渉する必要があり。 残っている土地でのチェロキー族の権利を明確にすることを望んだ。当時のアメリカ合衆国国務長官、ジョン・カルフーウンは、テネシー州とジー・イジア州の広大な土地を活用するよう、ロスに圧力をかけた。このようなアメリカ合衆国政府からの圧力は、その後も続き、強くなっていった。1822年10月、カルフーウンは、1802年名役における、 アメリカ合衆国の義務を全うするために、ジョージア州が権利主張する土地を、チェロキー族が放棄することを求めた。ロスは、カルフーンの提案に回答する前に、チェロキー族の人々の感情をまず確認した。彼らは、幾道音に土地の活譲に反対した。1824年1月、ロスは、チェロキー族の土地所有権を守るために、ワシントンに行った。カルフーンは、 チェロキー族代表団に二つの選択肢を示した。チェロキー族の土地を放棄して西部に移住するか、ネーションを解体して、アメリカ合衆国市民になることを受け入れるかだった。ロスはカルフーンの最後通帳を受け入れるのではなく、以前の交渉のやり方から大胆な飛躍を行った。ロスはネーションの不平を集めた。1824年4月15日。 アメリカ合衆国議会に直接請願するという劇的な手段を取った。このことはインディアンネーションとアメリカ合衆国政府との間の伝統的な関係を基本的に変えるものだった。それ以前にアメリカ合衆国議会に苦情を訴えたインディアンネーションはなかった。ロスの対応で以前は従順なインディアンの請願という漢字のものが主張する防衛者のものに置き換えられ、 ロスは法的責任についての微妙なところまで白人と同じくらい論理することができた。この変化は後の大統領ジョン・クイーン・シー・アダムズを含みワシントンの個々人には明白だった。アダムズは同じ主張の自己紹介よりもインディアン的でない習字法であり通常の白人の会話に近いものがあったと記した。アダムズはロスの作品を代表団の作家と具体的に記し また、ジョージア州の代表団に対して書面による議論をかなり優位に進めたと述べた。ジョージア州の代表団は、ジョージアジャーナルの論説で、ロスの交渉術を認め、チェロキー族代表団の文書はあまりに洗練されていて、インディアンによって書かれるかあるいは口実されたとは、得られないので、不正なものであると非難した。1827年1月、チェロキー族の主張パスキラーと、 ロスの被護者、チャールズ・ヒックスが二人とも死んだ。1827年2月23日付で、チェロキー族代理人、ヒューモン・ゴメリー大佐に宛てたロスの手紙は、ヒックスの死によって、ロスが、ネーションの政治的な事項の責任者となったと、記していた。1827年という年は、ロスが、臨時市長に上ったことだけでなく、チェロキー族政府の政治改革において頂点にあった。 年でもあった。チェロキー族議会は二人制のネーション政府を創設する一連の法律を成立させた。1822年にはチェロキー族最高裁判所を創設しており、三権分立の政体を創設する仕上げとなった。1827年5月、ロスは24名の委員からなる憲法制定委員会委員に選ばれ、委員会が起草した憲法では、主張、主張の諮問委員会、 およびナショナルコミッティを要求し、これらが一緒になって、チェロキーネーションの総協議会を形成することとした。この憲法は1827年10月に批准され、1828年10月に発行となり、この時点でロスが主張に選出された。その後繰り返し選出されたロスはその死の1866年まで主張を続けた。チェロキー族は、 ネーションの権利を守るためにはっきりとした長期的政策の形成を任せられる代表権を持つ政府の仕組みを作り出した。彼らはアメリカ合衆国政府の複雑さを理解し、その知識をネーションの政策遂行に生かすことのできる強い指導者の姿をロスの中に見た。1828年12月20日、ジョージア州はアメリカ合衆国が チェロキーネーションの移住を実行に移せないことを恐れ、チェロキー族からその権利を剥奪する一連の抑圧法を法制化し、チェロキー族の移住を強制しようとした。このような情勢にあって、ロスはジョージア州とチェロキーネーションの間の年金不払いと協会に関する論争を解決するために、1829年1月にワシントンにまた代表団を連れて行った。ロスは、 ジャクソン大統領との不毛な交渉に代表団を連れて行かず、アメリカ合衆国議会に直接請願を書き、大統領に対する習慣的な対話と請願はなしに済ませた。ロスは、アメリカ合衆国議会では、国民共和党の個人の中で、上院議員ヘンリー・クレイ、セオドア・フリーリング・ハイゼンや、ダニエル・ウェブスター、下院議員アンブローズ・スペンサーや、デビー・クロケットの支持を得た。 このような指示にもかかわらず、1829年4月、陸軍長官、ジョン・イートン、在任1829年から1831年は、ロスに、ジャクソン大統領は、チェロキーネーションに対するジョージア州の法律を及ぼす、権利を支持すると告げた。1830年、アメリカ合衆国議会は、インディアン移住法を成立させることで、 ジャクソンの強制移住政策を裏書きした。これは大統領が東部にいるインディアンネーションの土地との引き換えにミシシッピ川より西の土地を確保することを認めるものだった。ロスとチェロキー族代表団がアメリカ合衆国政府の行政府や議会との折衝を通じてチェロキー族の土地を守ろうという運動に失敗したとき、ロスはアメリカ合衆国裁判所を通じて チェロキー族の権を守ろうという過激な手段に転じた。1830年6月、ウェブスター上院議員やフリューリングハイゼン、上院議員の勧めで、チェロキー族代表団は、ジェームズ・モンドー政権や、ジョン・アダムズ政権やアメリカ合衆国司法長官を務めた、ウィリアム・ワートをアメリカ合衆国最高裁判所で、チェロキー族の権利を弁護する者として選出した。ワートは、 チェロキー族のために二つの事件で弁論した。一つは、チェロキーネーション対ジョージア州事件、もう一つは、ウースター対ジョージア州事件だった。主席判事ジ,ジョン・マーシャルは、その判決で、チェロキーネーションは、主権国家であることを認めようとしなかった。マーシャルは、ジャクソン大統領に、チェロキー族をジョージア州法から守る行を強制しなかった。 チェロキーネーションの主張は、チェロキー族が国内の従属した主権であり、そのために民族国家としてジョージア州を訴える権利を持っていないという根拠で否定され、裁判所は後にこの立場をブースター対ジョージア州事件に拡張し、ジョージア州はその法律をチェロキー族の土地に広げることはできないと裁定した。しかし、チェロキー族は十分に主権を持っているからではなく、 国内の従属した主権であるからだった。各して裁判所は、チェロキー族がジョージア州に依存するのではなく、アメリカ合衆国に依存すると裁定した。これら一連の裁定によって、法を及ぼす権限は、連邦政府に基本的に担保されたものであるから、ジョージア州はその法を拡張できないということになった。チェロキー族は、ジョージア州政府に合法的に抵抗できる主権と、 考えられ、そうすることを推奨された。裁判所は、チェロキー族が、究極的に、連邦政府に依存するのであり、真の民族政府ではなく完全な主権は持たないと、入念に主張した。インディアン移住法という形で、連邦議会がこの問題全体を扱う、連邦政府の立法権を行使したときに、この論争は疑わしいものになった。 一連の判決はジャクソンを政治的に困らせ、ホイック党は1832年の選挙でこの問題を利用しようとした。ホイック党はインディアン問題は連邦政府が扱うのが最善であり、地方政府が扱うべきではないという以前の意見を大きく打ち出した。1832年5月、最高裁判事ンマクリーンは、チェロキー族代表団との否定例の会合で、 セロキー族の状態に対するその見解を表明した。マクリーンの助言は、移住して、遵州となり、その土地すべてに、ネーションだけが所有する特許を受け、連邦議会に代表を送るが、立法権と全公職を選出する、権利全体をネーションに残すことだ。マクリーンの助言は、ジョン・リッジとエリアス・ブーリノットがロスの指導力を、疑い始めたときに、 チェロキー族の中に分裂を生じさせた。1833年2月、リッジはロスに当てて、その月にワシントンに派遣された代表団はジャクソンと移住に関する交渉を始めるべきと提唱する手紙を書いた。リッジとロスは相入れない世界観を持っているわけではなかった。どちらもチェロキー族はその土地に対するジョージア州の 権利侵害を払いのけられるとは考えていなかった。この点については、リッチとロスは合意したが、チェロキーネーションにとって、どうしたら、最善となるかについては衝突した。このような環境で、ロスは1834年3月に、ワシントンに代表団を率いていき、移住に代わる代案を交渉しようとした。ロスはいくつかの提案を行った。しかし、チェロキーネーションは、 ロスの計画のどれをも認めていなかった可能性があり、またジャクソンが移住以外の何らかの同意に落ち着かせるものという根拠ある予測もなかった。これらの提案は大陸を横切る長い旅行期間とも組み合わされて移住に関する交渉をいつまでも引き延ばすというのがロスの戦略であることを示していた。ロスはジャクソンの反対を疲れさせて、 セロキー族の移住を求めない条約に結びつけることを期待した。ロスの戦略はアメリカ合衆国が少数派と条約を締結するという恐れがあったために損なわれた。1834年5月29日、ロスはジョン・ハントンからメジャー・リッチ、ジョン・リッチ、エリアス・ブーディノット及びロスの弟のアンドリューを含む集合的にリッチ党と呼ばれる。 新しい代表団が移住条約に署名するという目標を持ってワシントンに到着したといい伝言を受け取った。両派は和解を試みたが、1834年10月になってもまだ合意に至らなかった。1835年1月、両派は再びワシントンにいた。理事等の存在に圧力を感じたロスは、1835年2月25日、 ミシシッピ側の東にあるすべてのチェロキー族土地をミシシッピ側西の土地とにレードルトで交換することに同意した。ロスは総協議会がその条件を認めることを条件とした。陸軍長官ルイスカスはこれがあと1年間移住を遅らせる新たな策略と考えジョン・リッジに条約への署名を迫った。1835年12月29日。 リッチ等はアメリカ合衆国とのニューエコタ条約に処して移住に同意したが、この行動はチェロキー族の大多数の意思に反するものだった。ロスは条約の履行を止めようとロビー活動を行ったが、成功しなかった。1838年までにインディアン巡州に移住しなかったチェロキー族はウィンフィールド・スコット将軍によって強制移住させられた。 この移動が涙の道と呼ばれるようになった。ロスは敗北を認め、スコット将軍に移動皇帝の大半をロスが監督することを認めさせた。涙の道の途上でロスは妻のクアティを失った。クアティは純血のテロキー族女性であること以外詳細は知られていない。クアティはアーカンザス川のリトルロックに到着する直前に死んだ。ロスは後に メアリー・ブライアン・ステープラーと再婚した。インディアン順州でロスは1839年に、チェロキーネーション全体のための憲法起草に貢献し、ネーションの主張に選出された。南北戦争は、ロスにとってネーションを一つにまとめておき、条約によって獲得したネーションの権利を守り、また、ネーション全体の福祉を保障するための試練となった。南部諸州が、 アメリカ合衆国から脱退して、アメリカ連合国を形成したとき、以前の条約締結派の中核を形成していた、奴隷を所有する、チェロキー族がスタンドアティの下に党派を形成し、新しいアメリカ連合国政府との条約締結を推進した。1820年から1840年代に、文化の変容や移住の問題に関して、 チェロキー族内部に厳しい意見の対立があり、1861年には統一を保つというロスの優先する関心を刺激した。さらにロスは、チェロキー族の人々が白人同胞に対して維持すべき関係は、アメリカ合衆国との条約を存続させることで、確立されてきたことを理解していた。チェロキー族の土地に対する権利、自治政府及び先祖からの土地を売ったことで上がる。 年金はすべてアメリカ合衆国との条約で確保されていた。もし、チェロキーネーションがアメリカ連合国に加われば、これらがすべて失われるであろうことも理解できた。ロスは、アメリカ合衆国、北部との条約とアメリカ連合国に同調するチェロキー族のメンバーとの間の紛争を見ながら、ネーションを統一していくため、及びチェロキー族の権利が失われないようにするために、 中立政策を選択した。1861年2月、ロスは地下層、直東及びクリーク各ネーション指導者の間に活発な運動を始めて、その政策を前進させ、条約で得た権利を守るためにアメリカ合衆国への中誠を強調した。中立政策は、チェロキー族が戦争の破壊行為から免れ、その貴重な権利を失う可能性を抑える上で、 巧みなやり方だったが、1861年7月までに、純血のチェロキー族と混血のチェロキー族の間に、真の性格の問題が存在するということを知らされていた。ロスは、我々の共通の国の福祉のために感情と行動を統一していることの重要性を、人々が深く心に刻むようになる手段を編み出すという目的で、 1861年8月21日に実行協議会を招集すること自体を収めようとした。ロスはアメリカ合衆国との条約による関係がいかに中立政策に影響しているかを説明した。それでも私の意見ではアメリカ連合国との同盟に向けて初めの一歩を採用することについてこのネーションが承認するか。 あなたたちの同意を示すべき時が今来ていると話を結んだ。ロスの考えの変遷は伝統的チェロキー族の気風から考えれば理解できる。チェロキー族のいかなる指導者も同意が自然に得られるまで繰り返し同じ意見を静かに述べることが期待されており、同意ができた時点で全てのチェロキー族がその得られた感情を受け入れるか、あるいは止めるというものだった。ロスは アメリカ連合国との連携を押す力が大勢を占めていることを認識し、伝統的なチェロキー族のやり方に従って、統一と調和を保つために多数派の感情を受け入れた。ロスがチェロキー族を一つにまとめておこうとしたにもかかわらず、すべての者がこの立場に同意したわけではなかった。1861年が暮れる前に、南北戦争はインディアン巡州にも入ってきた。 ロスが五つのネーションを守れなかったことは明らかだった。南部はチェロキーネーションを守れなかったために、ネーションの権利を守るためには間違った同盟を選択したことになった。北軍は1862年7月にインディアン巡州に侵入してきた。チェロキーネーションはこの時の敗北でアメリカ連合国から捨てられた。その先祖の土地を犠牲にして確保した権利を失う。 ことを恐れ、ロスは大衆の大半を北軍側との同盟に戻した。チェロキー族一個連隊が北軍に加わった。ロスはワシントンに行った。そこでは、チェロキー族指導層が、ロスは我々の大義を弁護し、ワシントンで我々を代表し、我々の国民と我々の権利を守るために、あなたたちの影響力すべてを行使してくれるようになることを期待した。ロスは、 到着前に、エイブラハム・リンカーン大統領に宛てた手紙で、条約の規定を互いに遵守することに基づく、チェロキー族の権利を守るための6点を説明した。条約は、アメリカ合衆国が契約された約束を遂行しなかったことで無効になったと主張する、巧みに編まれた議論で、チェロキー族の離反を問題にすることから解放した。リンカーンは、経験を積んだ法律家であり、 ロスの主張の論理について疑念を表明した。リンカーンはアメリカ合衆国がチェロキー族に対して特別の義務があるという観念を進んで認めようとはしなったが、チェロキー族全体の権利が連邦政府によって守られていることには同意した。ロスは1862年10月から1865年7月までワシントンに泊まった。1863年。 スタンドアティの部隊が、オクラホーマのパークヒルにあるロスの家を焼き、チェロキーネーションの内部にある強い闘争を顕在化した。ロスは、戦争が続く間、チェロキー族の条約による権利を守り、ネーションの福祉確保に努めた。その亡命政府はネーションに泊まっている民衆から、尋常と最新情報を得た。ロスは、連邦議会や、政府の者たちと接触して、チェロキー族や、 その他西部のインディアンネーションを救うように政治活動を行った。ロスはリンカーンや陸軍長官のエドウィン・スタントン、及びインディアン問題コミッショナーのウィリアム・ピードールとの対話ルートを確立し維持することができたが、その任務は骨の折れるものが続いた。その単眼は同情をもって傾聴されたが、チェロキー族に対する政府の義務を確信させるまではできなかった。最終的にロスは チェロキー族連隊が防衛のために武装することを認めさせ、そのことでチェロキー族が北部に戻ることが可能になった。チェロキー族の権利についてアメリカ合衆国との折衝を成功させることはできなかった。1865年10月にロスが行った最後の年間報告では南北戦争の間にチェロキー族が経験したこと及びその主張として、 ロスが言ったことを評価した。チェロキー族は我々の境界内で平和を保つことに誠実に努力したが、これができなくなった時、目覚ましい成功が与えられていた側の防衛に勇敢な役割を担ったことを知って、誇りある満足を抱くことができた。1866年8月1日、ロスはワシントン DC で死んだ。チャタヌーガ氏は、 ロスの栄誉をた,たえてマーケット通りの端にその名を命名した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。